これは震災の直後ですね、鳴子を中心にした、観光地は、キャンセルが続出して、お客さんがもう訪れていただけなくなったということで、もう目も当てられないくらいに、観光客は大幅に影響を受けました。全盛期には戻りませんけれども、去年の被災直後のですね、最悪の状態からかなり通常に戻ってきていただいて、この鳴子を中心に大崎の観光が少しずつ元気が出てきている状況です。実りの秋と紅葉の秋、最も大崎の見どころの時期でございますので、ぜひ皆さんおいでください。この国や県の基準以上にですね、市単独で検査箇所も増やしてですね、サンプル数を増やして、念には念を入れて検査をいたしました。おかげさまで昨年も今年も安全宣言をさせていただいて、ほとんど不検出、どうぞ安心して食べてくださいということで、PR をさせていただいておりますので、ぜひ皆さんも安心して、大崎の農産物を食べていただきたいと思います。より甚大な被害であった沿岸地域、あるいは福島の原発被害地域からですね、こちらに、移転移住の方が大変に多かった地域でございます。震災を受けた中での地域防災計画の最初の見直しは、あらゆる災害に備えられるような情報収集、情報発信体制を強固にすることと、身近な一時避難場所をですね、より身近なところに、その開設をしていく体制を整える。今後の備えとしては、自分の安全は自分で守ると、あるいはコミュニティで守るという形での地域防災力というのを高めていくと、このことを大きな柱にしております。昨年11月3日にですね、当面9つの自治体と災害時総合応援協定を結びました。その後追加して、今13の自治体と一朝有事の時に、お互いに基礎自治体同士が支援していくという形で連携を結んでおります。今後の災害時、あるいは災害のない時には、お互いの産業連携であったり、文化交流に大きく、その地域の自治体の活動に弾みをつけられるものだと期待しております。今後の震災後のですね、まちづくりにいろんなヒントやですね、あるいは可能性を与えていただいたのではないかと。大切なものをいっぱい失いましたけれども、再発見したことの一つではないかと思って。全国の皆さんに、まず今度の東日本大震災で物心両面で応援いただいたことに、被災地の自治体を預かる者として心から感謝を申し上げたいと思います。同時に、甚大な被害を受けた地域はまだまだ復旧復興に時間がかかります。長いご支援をぜひお願いをしたいと思っております。そして、この大崎市をはじめ、東日本は日本の原風景のような、あるいは大変安全でおいしい農産物も含めて、歴史や文化の宝庫でございます。どうぞ東北を、そして大崎を訪ねてきていただいて、元気をぜひ与えていただきますようにお願いしたいと思います。